笹牛は日本のプロバスケットボール指導者である。2019年12月15日までは男子 B リーグに所属する琉球ゴールデンキングスのヘッドコーチであったが、心身の疲労困ぱを理由にシーズン途中同年12月16日付で退任した。その後2020年2月16日、宇都宮ブレックスのサポートコーチに就任した。コーチングでは 選手とのコミュニケーションを非常に重要視し、プレー中には激しいアクションで選手を鼓舞する情熱あふれるヘッドコーチである。腰痛の持病があり、ゲーム中にベンチ前で片膝を立てて座るポーズは、ブースターからサザポーズと呼ばれ、愛されている。東京都出身、東海大学卒業、東海大学在学中より指導者の道を歩み、2005年から2009年まで、 東海大学コーチを務める。2009年より2012年まで、日立サンロッカーズ、2013年から2016年までは、リンクとチギブレックスで、それぞれアシスタントコーチを務める。また、2009年には、ユニバーシアード日本代表 AC を務め、2014年には、日本代表 AC に就任し、2017年6月まで、務めた。2017年7月、 琉球ゴールデンキングスヘッドコーチ就任。2019年12月、心身の疲労困ぱを理由に琉球ゴールデンキングスヘッドコーチ退任2020年2月、宇都宮ブレックスのサポートコーチに就任。ありがとうございます。